徳島では愛の種まきが始まったところなんですけれども、最初徳島と愛の関係についてちょっとご紹介させていただきます。徳島は愛で栄えた土地であります。吉野川の流域っていうのは台風のたびに洪水が起きて、洪水によって、上流から栄養分がたくさん、流れてきて、それを含んだ土地が、運ばれて愛の生産に非常に、適しているというのが、徳島でございます。で、江戸時代になりますと、綿の着物っていうのが一般的になってまいりまして、その染料ということで藍が使用されるようになってまいりました。徳島藩主の蜂須賀家は、藍の栽培を奨励して阿波藍と呼ばれる、染料のすくもを、作る藍師さんや藍商人さんがこれを全国に売り込んで、阿波20万石藍50万石と言われるほど財政が潤ったわけでございます。明治時代になりますと安い外国産の藍や化学染料に押されて阿波藍は衰退していきましたけれども、最近は、環境に優しく、深くこう優美な、色彩を持って、しかも殺菌効果があるといったような効能もあることから、阿波藍の人気が高まってきております。現状藍の生産というのは大きく減少いたしましたけれども、なお徳島県で藍の生産の 66% 全国のシェアを占めているというのが実情でございまして、そのタデ藍を発酵させて作る染料のもとのすくもというのは、ほとんど今も徳島で生産しているということになっております。こうした中、2020年の東京オリパラのエンブレムにジャパンブルーの藍色が使われたということは、藍を国内外に発信して藍産業を活性化させる絶好の機会ということで、徳島県ではオリンピック開催日の7月24日を徳島藍の日、それから7月を徳島藍推進月間、それから徳島県の色を藍色ということで定めました。また昨年の5月には阿波藍が文化庁の日本遺産にも認定をされております。これまで2017年2019年と徳島市内で藍サミットを開催してまいりましたけれども、全国各地の藍に関わる方々が交流を深めて連携を密にして藍文化の継承と藍産業の振興を図ると、こういう目的に照らすと、やはり今回2020年はこの産業と文化の中心地でありまして、江戸時代から栄えた店先にしかも藍染めののれんが並んでいた東京日本橋でやろうということになりました。そこで、今日は、全国から、藍に関わる、素晴らしい匠の皆様方にお集まりいただきました。それぞれの、皆様方からまずは、現在の取り組み状況、それから藍の魅力について語っていただければというふうに思っております。まず、古庄様でございますけれども、徳島から来ていただきました。化学染料を一切使わない昔ながらの天然藍染めにこだわり続けて、現代の名工としても表彰をされておられます。台湾でのワークショップや小松島西高校での講師など藍染めの普及にも努めて、いらっしゃいますけれども、古庄様からまずご発言をいただきたいと思います。よろしくお願いします。藍の魅力っていうんですけど、作るものの使うものの立場からの魅力になりますけど、言わさせてもらいます。すくもっていうものはものすごく自己表現のやりやすい染色材料なんです。で、単なる付着染料に育てるか、それとも浸水化された色素にするかっていうこと、それを立てる人の心構え一つでどちらにでもできるっていうことなんです。それが私は一番の魅力だと思ってます。それでは諏訪様、山形からお越しいただきました。草木や花などを用いた天然染料で糸を染め織物を織っていらっしゃいます。山形の紅花染めのブランド化も推進されておりますけれども、30年ほど前からすくもを使った藍染めにも積極的に関わっていただいております。諏訪様、よろしくお願いいたします。はい、山形県の米沢というところで、野の花工房を主催しております。
愛の関わりはですね、一番端にいらっしゃる秋山さんとの出会いが、私を愛の世界に導いていただきました。私にとっての愛は、子供のようなものです。こちらの対応に、応えてくれる、見えないものを見る力がないと愛というのは、うまく染まってくれない。子供を教育するっていうのと非常に近いものがあるなっていうことを感じます。よって自分にとって一番大事なもの、そういう感覚で愛というものをと触れますと、まあ変な話ですけど、仕事場に入るその入り口でも愛の匂いで、今日愛が何を欲しがってるのか、機嫌がいいのか悪いのか、まあ、大体分かってくる。ただしこれはですね、時間が経たないと分からないです。いろんな失敗を繰り返さないと分からない。まあ他の染料と比べまして、自分は今、天然染料約200色ぐらい染めますけれども、愛というものはもう全くそういう他の染料、紅花とか桜とかいろいろありますけど、そういうとちょっと違う、親しみもあれば、自分がそこの愛にこう、のめり込んでいって しまうような魅力があるものですね。それでは村田様、東京の青梅からおいでいただきましたけれども、徳島の愛師の兄様のもとで宿毛作りを修行なさったとお聞きしております。その後青梅に藍染工房の古草園という工房をお開きになって、天然藍の伝統的な藍染製品を作り続けておられます。海外での博物館展示や製品販売など海外展開にも非常に注力されているとお聞きしております。村田様よろしくお願いいたします。こんにちは。東京 の西の外れの青梅というところで藍染工房を開いております。名前は古草園と言います。そして、村田紀之と言いますが、34、5年前になりますけれども、私縁ありまして徳島の染め屋さんで藍染めを1年間習い、その後ですね、時間もあったということで、先ほどご紹介されたように聖愛嬢さんの方に、ワンシーズン、お世話になることになりました。で、その後、平成元年に工房をオープンして今に至っておりますが、もともと青梅という地域はですね、鎌倉時代から織物の産地として、栄えておりまして、特に江戸時代、島柄の、青梅島というものが非常に、庶民の間で、流行ったという歴史があります。でその当時なんですけれども、徳島から、船でやはり江戸に、宿毛が入って、以前は、藍玉と呼んでたんですけれども、それが、埼玉のですね、川越、今では江戸の小京都と言われてますけれども、そこまで、川でまた遡って、そこから青梅にその藍玉が届けられた。で当時、その青梅島が盛んにおられた時期に約、1000俵以上の藍玉がですね、その青梅に、毎年のように、入ってきて、それでその藍染めが行われ、織物になっていたというその、歴史も実際に、残っております。文化も継承できるような、そういうその染め物というものを実際やることによって、もしかしたら後世にもずっと仕事としても残るんじゃないかということが僕は言われまして、この赤学校建てという道に、入った経緯があります。全く今はその方面とは、関係なく、アパレル関係であったりとか、
まあ、そういうあの現代にあの即したその、ものづくりというのに、約10年近く前からガラッと転換しまして、まあ、現在に至っております。これが私の、まあ、一応経歴になります。はい、それではあの青木様は京都からおいでいただきました。あの天然染料だけで染める天然色工房の手染め屋を開業をなさいました。まあ、優しい草木の色目でシンプルで飽きのこないデザインと風合いの服作りなども手掛けていらっしゃいますけれども、大学での講義とか国内外でのワークショップ講演等で、天然染料の普及に努めて、おいでになられます。それでは青木様よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。京都から、参りました青木正明と申します。手染め屋っていうあの今ご紹介いただきました通り、染め工房の、まあ、工房主をしております。20年ほど前に、前田宇城さんっていう、まあ、研究、まあ、古代染色の研究家かつ、まあ、職人作家さんいろんなことをされている先生の、展示会を見て、それでその先生が、まあ、染められた色にハマ、まあ、ってしまいまして、まあ、とても単純に言ったらこの方みたいなことをしたいなと、まあ、言ってみたら人真似小敷をに憧れて、やってるだけの話でして、その僕にとって愛ってだいぶ変わり者でして、天然染料もいろんな染料があるんですが、大体どれも同じ考え方、同じスピリッツでやれば大きな間違い、いや昔の人たちがどんなに染めてたか未だに分からないんですけどね、なんですけど、まあ感覚的にはよく似てるんですけど、その中でまあ非常に変わり者なのが大きく2つありまして、一つが紅花、さっき諏訪甲夫さんもおっしゃっておられましたけど、一つが紅花 でもう一つが愛ですね。で、あの自分の中でも愛、なんかよくその例え話であのよく言うんですけど、紅花はもう顔が可愛いだけで、これいいのかな、こんなこと言って、顔が可愛いだけで料理もできなければ性格悪くって家事も何にもしない可愛いだけの女の子のイメージなんですよ、僕の中では。紅花はで、藍染めは口数少なくってネクラで何考えてるのか全然分かんないけど、話し出したら2時間でも3時間でも喋り出しそうな、でもその話を聞いたことがないわけの分かんないお兄ちゃんですね。僕の中でお兄ちゃんに、おじさんでもいいです、どっちでもいい、男なんですけどね。そういう線量ですね。それではあの秋山様、宮崎からおいでいただきました。あの秋山様はあの那覇市生まれで、まあ、琉球織物の復興に携わっていらっしゃったんですけれども、同時にこの天然薬発酵立てによる藍染めとか、あるいはあの、古代にはあの身分の高い方しか身につけることができなかった貝紫による染色、これをあの現代に復活させるなど、多方面にわたる、いろいろなご功績で、まあ、国内外で高い評価を得ていらっしゃいます。現代の名工にも指定されておられますけれども、秋山様よろしくお願いいたします。はい、秋山です。ご紹介いただきました、あの宮崎県でもまたさらに山奥の綾町というところにおります。新しい宮崎の織物を作ろうということで、それでどこにしようか、宮崎には全然織物なんか の歴史もありませんので、いろいろ調べて、あの町名に綾という町があったものですから、それで綾町というところに行って綾の鉄麦という織物を作りました。何も織物の伝統もないところで作った織物というのは大概世間から注目されませんので、どういう織物を作ろうかといった時にですね、まず先祖返りの織物を作ろうとして、まあ、まず染めはあの古代の染めを実現しようと思って、まあ、一般の草木はあったんですけど、まあ、藍染めを始めたわけです。でその時あの、九州自体はあの徳島の藍だらけでして、大きな消費地だったんですね。確か有松とか武州で消費するよりも九州で消費する阿波の藍はもうなんですかね、ずば抜けて多かったと思います。まあ、そこでせっかくこれから阿波に阿波と言いますが、藍染めするためにはやはりあの江戸時代のような染め物をやっぱり実現したいと思いますので、
まあ、これはたまたまでしたけど、綾町は日本一の照葉樹林の森の町なんですね。それで世界遺産、ユネスコの世界遺産にも選ばれてるんですけど、そこのカシノキウイを使った灰を利用した藍染めをやってます。それで、いろんな藍の工房がありますけども、その工房の色が特徴がそういう灰とか、それから石灰を使わなくて貝灰を使うとか、そういうところにも出てると思います。ありがとうございます。それではそれぞれいろいろな取り組みをしていらっしゃるわけでございますけれども、さらにこれから藍産業を振興させていくために、それぞれ皆様方自身の今後の展開で考えていらっしゃること、あるいはせっかくこういう形でいろんな方が集まってますので、連携して取り組んでいくべき点のようなところで、何かご示唆いただけるようなことがあればご発言いただきたいと思いますけれども、まず古庄様ですけれども、最初お話の時間が結構短かったと思うんですけれども、古庄様も本当いろんな取り組みをやっていらっしゃいまして、しかもこの藍産業振興協会というのが昨年でしたですかね、できまして、そこの代表理事にもなっていらっしゃるわけでございますけれども、ご自身の今後の取り組みと、それからその藍産業振興協会として今後どういったようなことを考えていらっしゃるのか、そういったお話をいただければと思います。じゃあまず藍産業としては、すくもを欲しい人にいつでも渡せれるような状態にしたいわけなんです。だから新しい人の参入がしやすくなるように、そちらを目指してやっていきます。そんなに目立つ仕事じゃないですけど、そちらの方に力を入れる。で、自分のはそのさっき言った浸水化した色素と、それと付着染料と、今やってるのは両方半分半分の状態でしかできてないんです。だから完全に浸水化だけの色素っていうのも作りたいなと思ってるんです。だからそちらの方の研究というか勉強をこれからはやっていこうと思います。藍の供給を増やすというところで、はい、藍産業に関わる人を増やしていこうという取り組みも考えていらっしゃるということですけれども、事実徳島でも結構若い方が割と藍に関わる人がちょっと最近増えてきたかなという感じはあるんですけれども、今後こういう方がもっと増えていく可能性はどうでしょうか。結構ありそうでしょうか。よく聞かれます。ただお渡しするすくもがないっていう状態なんで、それを何とかしたいっていう状態。ありがとうございます。それでは諏訪様、ご自身の今後 の展開と合わせて、諏訪様、山形のベリバナ染めのブランド化を非常に推進して成果を上げていらっしゃいますけれども、藍染めをさらにブランド化していくためにこんなことをやっぱりやる必要があるんじゃないかみたいな点ももしございましたらアドバイスいただければと思います。はい、ベリバナの話ですけれども、紅花は当初は高瀬という地域でですね、盛んに作られていたんです。主に染色用、それから口紅用、化粧品用、あるいは食品用というような感じなんですけどもね、今現在大分の白鷹っていう町にその生産地が移りました。でそこは今、農家の方も協力して盛んに紅花を作っております。で特別なマークがあります。山形県の紅花 を使いましたっていうシールがあるんですよ。でそれを1キロ何枚っていう感じで渡ってくるんですよ。だからそういうその規制というものがないとですね、徳島の淡藍を使ってるのかインド藍なのか、あるいはインジゴなのか、あるいは北海道の藍なのかわからない。でそれを明確にしないとですね、作った商品価のグレードが上がっていかないんですよ。だから高くなったすくもを買うのもいいんだけども、
そのレベルが上がらないんだからなかなかそれに追いついていかないのが現実ですから、やるんだったらもう本当に厳しい制度の中で、日本のこう文化を守るというそういう規定がないとですね、ただ話だけではダメだということです。ちゃんとしたことをしないといけませんということです。はい、まあ、藍染めに関してもそういうやはりこう基準というか、そういうものが必要なんじゃないかというご指摘をいただきました。それでは村田様、いろいろ作ってらっしゃる製品が最近和装から洋装物を、まあ、に重点を置かれたり、それからレディースのものからメンズ用のものに力を入れられたり、まあ、いろんなこう、取り組みをやっておられまして、まあ、伝統的でありながら最先端の商品を作るという取り組みをされているとお聞きしておりますけれども、特にこの若い人たちの感覚に響くような藍染め製品を作っていくために、何かこういうことが必要だみたいなことをもしございましたら、ご意見いただければと思います。すべてそのすくも作りとか、例えば技法とか、例えばそれからあとはその、歴史的背景からするそのなんていうんですかね、伝承というかそういうものを含めて、やはり日本の藍は多分世界でナンバーワンだと思うんですね。これはもう間違いなく言えることです。でましてその大元であるですねすくも作りがですね、やはりうちでも今ここ数年なんですけれども、非常にオーダーしてもその分が実を言うと来なくてですね、他の同業者にですね分けてもらったりだとか、まあ、そういうことをしてそのなんとか1年を、乗り切ってるというのが、まあ、現状なんです。でそれからですねもう一つ、やっぱりうち若い子が来てやっぱり独立の時に、今うちの現状もかなり、分かってますんで、やはりこれから自分とここ、巣立った先に、じゃあどこの徳島の5軒の農家さん5軒から誰から買ったらいいのか、でも分けてくれるのか、ね、もし自分でやるようになった時にすくもの入手をどうしたらいいかっていうのは、やっぱりすごくやっぱり悩んでいるというか、せっかくまあうちに来てまあ何年間か働いて一人でも多く自立してまあものづくりができるようにしてくれるのは、やっぱり徳島県の方たちの力ではないかなと思います。すくものやっぱり供給がもう喫緊の課題だということで、徳島の責任も重大だという、そうですね、藍産業振興協会の役割も古城さん、ね、すごく求められてますよね。それでは青木様、まあ、沈殿藍で藍染めの製品もいろいろ作っていらっしゃいますけれども、青木さんのところ の, その手染め屋では今後どういったようなこう、商品を展開していこうというふうに考えていらっしゃるのかも含めてちょっとお話しいただければと思います。スウェーデンやオーストラリアでやってもやっぱり30-40人クラスのワークショップを例えば やってくれって言った時に、何やってほしいって言われたらインディゴって言うんですよ。本当に皆さん藍染め好きで、僕たちが思ってるよりずっと海外の人は日本の藍好きですね。なのでなんかそれでね、何かあれば、でもう一つヘアサロンでヘナを専門とした、いわゆるそのナチュラルヘアカラーリングを専門としたサロンのオーナーさん と,、スタイリストさんとにちょっと呼ばれて、まあ、ちょっとお話を聞かせてほしいって言われたんで、まあ、行ってきたんですけど、でその中の、まあ、天然染料の話いろいろしてたんですけど、その中の一つが、彼女たちはヘナを使うときには必ずインディゴを使うんですね。っていうのはヘナっていうのはオレンジ色なんですね、もうご存知の方はご存知かもしれないですけど、で白髪をオレンジ色に染めるんですけど、日本のおばあちゃんに限らずやっぱり年配の方は髪の毛がオレンジ色になるのはちょっとアバンギャルドすぎてちょっとなと、それを暗くするのに合わせ技でインディゴを使ってるんですが、これインドアイなんです。でインドアイすなわちインドゴフェアティンクトリアなんですけど、マメ科ですよね。マメ科って、まあ、他の食べ物とかにもよくあるんですけど、
植物の中でアレルギー性反応が高い種類らしいです。ちょっと僕この辺専門じゃないんでよく分かんないんですけど、で天然物とは言いながらインディゴをヘアダイに使うと荒れるお客さんがいらっしゃるっていうので、去年ぐらいからタデアイのヘアカラーを作ってもらうところが高知県にいて、個人の農家さんらしいんですけど、そこから仕入れてるという話。いや、そんなん徳島の方がずっといいっすよって話も昨日してて、思わぬところに何かが転がってたりとかするので、ね、いろんなところで、で今はもうね、こんな僕が言うことでもないですけど、2030アジェンダが国連で2016年に出て SDGs が先進国の間ではもう非常に重要なその達成目標になってきていて、その地表にあるいわゆる炭素循環を壊さないものを、素材としたものづくり、生き方、これがサステナブルディベロップなんね、持続可能な達成目標の活動の一つになるし、多分世の中は天然染料に多分シフトしてきてる。でその中で所さんもさっきおっしゃってましたけど、青っていうのは非常に重要な色なので、今は多分時代はこっちに向いてるんじゃないかなと思うんです。で何がどこに転がってるか分かんないですし、僕は今具体的な案はないですけど、ほっとく手はないなと本当に最近よく思います。ありがとうございます。まあ、愛はね、最近徳島でも食にいろいろ使われたりしてますけれども、今ヘアカラーにもタデアイが使われているという興味深いお話でした。ありがとうございました。それでは最後に秋山様、もう秋山さんのもとに多くの職人の方が非常に集まって、その方々に美術指導をされていらっしゃるわけですけれども、今後こう秋山様としてはどういう展開を考えていらっしゃいますでしょうか。私どもはいわゆる着物を作ってきたわけです。まあ、着物なくなることはないでしょうけども、マーケットとしてはもうだんだん減ってしまうわけですね。だからこの藍染めを着物だけに考えていたら先をそれは見えてます。でさっき田村さんおっしゃったように、風邪とかそんなに藍は効くとおっしゃられたんですけど、そういうのをなんとか早くデータ化してもらえないんだろうか。それは徳島県とか公的なところでやってもらえばできるんじゃないかなと思うんですけども、ちょうど解雇予算もうみんな外国の方に取られてしまって、逆に品質も海外の方がいいのがあります。日本一のすくもとかそういうことを言っていつまでも言っていたら、日本の愛も解雇みたいに外国の方が多分進んでいくんじゃないかなと、そう危惧をしております。ただ温室に入れてって言いますか、その大事に甘やかして泡の藍を育てるんじゃなくて、そのために、もうちょっとどう展開するかというアイデアもぜひ伺いたいと思っております。ありがとうございました。藍の効能の研究につきましては、徳島の中でも徳島大学とか四国大学といった大学で研究は進めております。今日はですね、徳島はいわば愛のふるさとということで、今日のフォーラムを企画させていただきましたけれども、いろいろお話をお伺いしますと、やはりすくもの産地としての徳島の役割も非常に重要だなということを、改めて、実感いたしました。また今日のようなですね、素晴らしいその、全国の、愛の達人の方々と今後も連携を深めて愛の魅力を国内外に発信して、そして現代のニーズにマッチしたような形で愛産業を進行させていく、そういうこの今日のフォーラムがいいきっかけになればなというふうに思いました。今後ともぜひ連携していろいろ進めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。7月24日が愛の日になった、で県の色が、藍色になったっていうのは本当にこう、記憶に残ることになればいいなと思ってます。で一つの提案で、皆さんが、藍色の旗を、24日に、掲げるっていうことっていうのが
できたらいいなと思ってます。何してんだろうっていう感じで、いや今日あの4月は24日は愛の日なんだよっていうことがで、だん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 あの多くなってきて、で藍色の旗って言いましたけども、もちろん藍染めの旗が望ましいですし、でそれがあの強制でなく、だんだんこう地元を思う心として、どんな形でもいいと思うんです。でパターンが入ってなくてもいいんです。ただ一つ色がつなげるってことっていうのは自分も活動を通してすごく感じてることなんですね。でこんなにこんな資産を持ってるところっていうのは、一つ徳島県っていうのはあの恵まれてると思っています。でもちろん行政の力も必要だと思うし、あの今回のサミットを通じてそのすくもの必要性っていうのは非常にあの皆さんあの直面している一つの大きな問題なんだなと思うんですね。で例えばあの愛の旗っていうのは、県っていうのはこう領域があるけれども、色っていうのはもしかするとあの飛び越せるかもしれません。だからそのすくもを使っていろんなところに、染め師さんのところに藍玉、すくもというものが、行ってたルート、あのこれから発掘する勉強も楽しいと思います。でそういうところにも例えばその日には旗が立つとか、本日はいらっしゃらなかったけど台湾のたくさんの、ある種のそういう方々をつないでったアライアンスみたいなのが色でできるとすると、愛というものが一つのイニシアチブになるという可能性はあると思ってます。であのイベントとしての2020年というのはあっという間に終わってしまうことだと思います。ただやはりあの次の代、子どもの代、孫の代までつなげる、あの時おじいちゃんたち頑張ってたねっていうことは一つ大きな起点になる可能性があるとは僕は最後まで信じております。やっぱり次の世代にいかに、我々が信じるバトンを渡せるかっていうことっていうのが一つの、愛を通して事例になっていけば、自分も関わってた人間として嬉しいですし、子供孫に、伝えられるような長い、物語っていうのをもう一回皆さんで紡いでいければと思ってます。本日はありがとうございました。